メジャーリーグのポストシーズン大事な大事な第5回戦、本日日本時間10月12日土曜日、ドジャースタジアムで行われましたドジャース VS パドレスの試合、2対0でドジャースが勝ちました。大谷翔平選手、山本由伸選手がいるドジャースが次に世界一に向けて第一歩前進しました。こんな大事な試合、なんとドジャースの先発は山本由伸投手、パドレスの先発投手はダルビッシュ有投手ということで、まあ、この二人が先発、激しい投手戦となりました。試合が動いたのは2回裏、ドジャース7番ヘルナンデスが初球を打ってホームラン、大きな当たりでしたね。素晴らしい、当たりを放ちましてドジャースが先制しました。山本由伸投手は第1戦、ちょっと攻略されてしまった感じはあって不安もありましたが、5回を投げて無失点。ダルビッシュ選手は5回を投げ切りましたけど、その後も5回裏、6回裏投げ切りました。そして7回ですね、ドジャースの攻撃、4番ヘルナンデス選手が4球目を打ってソロホームラン。めちゃくちゃ会心の一撃当たりだったのかなと思います。ダルビッシュ選手はですね、その後5番のマンシー選手をライトのファールフライに打ち取って、7回裏2アウトまで投げて2番手アダム投手にバトンタッチということで、まあ、7回途中2失点という結果となりました。まあ敗れはしたものの、ダルビッシュ投手も本当に今日も素晴らしいな、投球内容を見せてくれまして、チームに貢献しました。ただ打線は、ドジャースの前に2安打に抑えられ、残念ながら敗退と、ポストシーズンここまでだったというところでしたけど、まあ、ダルビッシュ選手もね、本当に、まあ、途中で抜けるシーズンではあったんですけど、頑張り抜いた、そんな1年だったんじゃないかなというふうに思います。勝ったドジャースは、大谷選手はもちろんですけど、山本由伸投手も世界一に向けて、本当に楽しみな戦いを、激アツな戦いを見せてくれました。山本由伸投手は5回を投げて、63球、ヒットは2本しか打たれなかった。フォアボールも1つしか与えなかった。三振が2つというと、やっぱり日本時代と比べるとやや寂しさはあるんですけど、やっぱりレベルの高いメジャーリーグで、なかなか三振が取れない中でも、しっかりゼロに抑えたというところは次につながるかなと思います。ダルビッシュ投手もお疲れ様でした。年齢的にはやっぱり早く世界一になってほしいなと思いますけど、まだまだ来年も、チームの主力として、まだまだやれる、そんな存在かなと思います。大谷翔平選手、そして山本由伸投手も、ぜひ、世界一になっていただきたいなと思います。